はい、こんばんは。岩立バルナクです。わーわーわー、イサハイゴーズです。トコンジェロフです。そしてあーバーチャル怪人のバルジャガです。久しぶり。お邪魔します。すっげー動いてる。おなじみになってきたな。仲良し怪人。まあちょっとじゃあ今日は雑談しようぜっつって、もうこんだけ何回もコラボしてるから、もうそんなね、別に、うん、気軽に気軽雑な感じでいいなと思って。なんか話題ある？すっごっ雑。じゃあ結構ね、だってバルチャガーさんもさ 3D 化して、うんうん、どう、なんか周りの VTuber のさ皆さんも 3D になったりであるとかさ、はいはい、なんか躍進したりとかして、うん、なんか今後の目標みたいなのってまだあったりするんですか？うん、あー目標ね、そういう話今日は、うん、あ、なんかいい話題かなと思って、はい、丁寧な言葉を使ってしまったが、VTuber 活動的な活動の話いい、ね、はい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 、で逆に3人はなんか目標があって活動してるんですか？なー、目標はなんかちっちゃい目標はこうなんか例えば1000人行くとか、なんか収益化するとかちょこちょこにあるんだけど、なんかまあ、うん、最終目標とかないよな。欲しいものリストだけで酒が飲めるようになりたい。あ、それで欲しいものリスト公開してないでしょ。作ってないでしょ。なんかまだちょっと恥ずかしくて。あ、まだ照れが。収益で焼肉食いたいな。あ、じゃあ収益で、あの旅行の Vlog を撮りに行きたい。建設的な。そう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 。ぐらいかな、目標って。まあ、当面はそんな感じだな。まあね、武道館でライブするとか、そんなんはないから。それはちょっとね、俺たちには恐れ多いな、ね。いや、僕も目標らしい目標がないからな。やっぱり、怪人としては、その、特撮系のなんかとコラボとかとか、ない。ああ。確かにね、去年、あれなんですよ。仮面ライダーの映画に、はい、某 VTuber の方が声優で出てる。そうなんだ。じゃあわしも待って。いけるでしょ。いや、一番行かないといけない人だよ。この身このままで行かせてくださいよ、東映さん。いやね、なんか登場だよ。もうあのちょっと、まあ、最初にやられちゃうぐらいでもいいから、このこれで出てたら5分もいらないんで。そうそう。そうだよ、紛れさせてもらっていいんで。おお、だってその体はデパートの一番屋上で見たいもんな。見たい。いや、やりたい。見てなんかちゃんとやられてほしいもんな。やられたいな。爆発したいよな。爆発してほしい。爆発な。そうね、採石場を転げ落ちたいね。わあ、夢ある。そういう夢、あの夢のやつね。そういうのいいよ。夢だな。どうすんだ俺は収益化とかそういう。ちょっとやだよ。もっとあんだろ。もうちょっとドワーフ的になんか。ドワーフとしての夢あります、うん、ドワーフ飯のコラボカフェやりたいです。ああ、言ってた。ああ、いいね。ね、そういうね。そうね、そういうの。それで言うと、俺もあれだね、なんか、コラボで酒ができたらな、みたいな、ね。ああ、酒コラボな。酒コラボ。じゃあ、俺も鉄球コラボとかしたい。鉄球コラボ。何コラボって言うとね。そう、コラボ元をあんま思いつかないですね。どこ？鉄球をやってる場所を知らない。実際どうよ、今、その、界隈として、うん、VTuber 界隈としては。やっぱ生配信とか、うん、ほら。まあ、茶川さんどっちもやってるけど。うん。そうだね。どっちに傾いてる感じします？それこそ、あの、一部実写で出たりとか。ああ。3D の体で実写で撮影したりみたいな。うん。はいはいはい。やっぱそういうのやっぱどんどん外に出てるイメージがすごいあるな。やっぱ音質がすげえんだな、そこがあると。いや、すごい。そうだね。本当に。映像技術的にも。だし、オメシスの真似してもオメシスになっちゃうから。あ、うん、だしさ、怖くない？おじさんって。あの、あれをそのまま、例えば。まあ、いや、そうだよ。嫌だよな。うん。ドワーフ GG で実写出てきたら嫌だろ。嫌だろ。ちょっと怖いもん。確かにそういう実写系が、なんか、流行ってるっていうか、だいぶ企業勢の人とかもやってるイメージがあるから、ね。うん。本当に。なんかやってみたい企画とかあるんですか？そういうので。ああ、そうね。確かに。いや、だからそれで言うと、採石場にお金払えば行けるんですよ、ね。あ、うん、まあまあ、はいはいはい、あの有名な、あ、有名な、有名なあれだ、あるある、あのよく見る、アマトの怪人たちが落ちてた、あそこで、ナパームのね、おじさんたちを呼んで、バーンっつって、バーンって言って、動画なり写真なり撮らせていただけるとね、嬉しいですけど、やっぱね、世に怪人がうろついてるとあれなんで、ちょっと、うん、まず広報活動から。
それまずそう、ね、危険じゃないですよ。歩いてても大丈夫です。まあ、危険ではあると思うけどな。肩のやつから、ね、トゲトゲがある。肩はもう悪い感じじゃないからね。でもね、うん、説明してくれればね、みんなわかると思うけど。使う前のボールペンみたいな、あれを刺しておくから先っちょに。透明の丸いやつを。キャップをね、つけておく。でもそれこそもうなんか、これっていう目標もなく始めたし。俺らもそうだよな。それそう確かに。そう、ないね、なんもね。だらだらゲームしたり喋ったりしたら、それでいいかなって感じだからね。ああ、だからそれで言うと10年やりたいっていうのは。ああ、いいね。ああ、なるほど。あれ、今、茶葉さん何年目でしょう？今年の6月で4周年。うわあ。でもそう考えると、いけるな、10年。いけちゃう、うん、なんか気づいたら、もうなんか立ってそうな感じするんだよな。そうそう。だって俺らも。いけるいける。ね、今年の8月で丸3年になる。4年に突入するから。そうだね。なんか早かったっていう感じだよな、別に。早かったね。大体 VTuber の、まあ、寿命って言ったらあれだけど、割と3年ぐらいがこう、一つの目安って言われてるじゃん。うん、そうだね。確かにね。うん。だ結構企業税とかも、それぐらいでこう、ちょっと辞めてしまう人は、ちょっと多いんだけど。なんかでも、どうなんだろうね。続けてると、その感覚なくなってくるなとは思うね。そうだね、うん。やめる理由ってないんだよな、俺別に。ないね。何かをね、怒られることをしたりとかしない限り。そうそう。だからそのペースが落ちるか落ちないかぐらいの問題で。うん、うん、別に。そう、わざわざやめるっていう、なんか引退っていうのにはならないよね。そうそうそう。そうだね。ああ、じゃあなるべく健康に長生きする。健康に長生きする。だ健康が一番かも。おじさんの目標なのよ。健康が一番ですよ。体に気をつけて。たぶん。体に気をつけて。引退理由はさ、うん、あの、やんごとなき状況になっちゃったからみたいな。心身ともに健康でいることっていう。うん、そう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 。ドワーフって寿命どんくらいだったっけ？前も聞いた気がするけど。200から250。うん、ああ。まあ、その中の10年だったら、まあ、さっと過ぎてさっと過ぎてまあまあね。あもう、すぐよ。なんか、おじさんの話になってきたな。そうだね。普通の。おじさん。この絵面で普通のおじさんトークで。今、完全に鳥貴族で4人席埋めて。そうだよ。管巻いてる。あの狭い健康が、つって。一通り釜飯食った後の空気な。そんな感じかな。この話はしみじみトークかよ、うん、この話はね。10年後もコラボしましょうということで。あ、そうね、我々の目標としては10周年コラボだな。それまで長生きしましょう。長生きしましょう。本当に飲み会の雑談みたいな。